なんて言うんでしょうね、もう皆さんの演奏を聴いてるだけで結構お腹いっぱいになってきちゃって、ですよね、うん、ですよね、もうこのままお家帰ってビール一杯飲んだら結構幸せな気分になるんじゃないかと思ったりもするんですが、はい、信也さんもお世話様でした。ということで、しばらくお付き合いをいただきます。今日はこの曲からいきます。未来警察浦島君、ミッドナイトサンバリン。ランキング番組だとなかなかね、平成とかの曲と混ざって出てこないんですけど、昭和のアニソンの多分かっこいい名曲の一つだと思っています。次はですね、ちょっと特撮ヒーローをやろうかなと思ってるんですけど、まあ特撮ものはもう基本つぶらや巨大ヒーロー系が大好きなんですけど、ピープロのやつも結構好きでね、解決ライオンマンとか、去年 の、 アニソンライブでは、解決ライオンマル、風雲ライオンマル、あとその後にやってて鉄人タイガーセブンっていう、
の3曲っていう超マニアックなメドレーをやったんですけど、今日歌うのはその後に続くやつですかね、デンジーザボーガーはい、さすが同世代の平岡とかよく分かってらっしゃる、ということで、デンジーザボーガーから、戦いデンジーザボーガー、聞いていただきたいと思います。昭和の熱さみたいなものはやっぱりこう歌ってて気持ちいいかなと思ってしまいますですね。次はですね、ちょっとガラッと向きを変えまして、あんまり今日はやる人少なかったですね。スタジオジブリの、曲をやってみたいと思うんですけど、紅の豚、加藤と、歌姫、がね、加藤登紀子さんが声優やってましてね、時には昔の話をちょっとやってみたいと思います。今年の2月にね、ポルゴロッソをやられてました、森山修一郎さんの奇跡に入られました。まあ、だからといってやるわけじゃないんですけど、まあ、そんな感じで聴いていただければかなと思います。それでは紅の豚から時には昔の話を。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、丸家の並木が窓辺に見えてた、コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみ探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の追風に吹かれて、体中で時を感じた。
枚残った写真をご覧よ、ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない、友達も幾人かいたけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てる夢を抱いて走り続けているよね。どこかで次はですね、あのね、サノチが結構タッチが好きで、今日は結構選曲をしてくれたんですけど、このあのこれからタッチにまつわる曲をやるんですが、あの2001年に金曜のロードショーで、あのタッチのあの南ちゃんとかっちゃんのその後みたいな、タッチクロスロードってやつがあのオンエアをされたことがあって、今日はその、主題歌をやってみたいと思います。風の行方、という曲なんですが、歌ってるのがあの坂本悟つって今の東北の方を拠点にあの活動されている方、あの楽天イーグルスの球団からも作っていただいたんですよね。あのこの曲に出会ったのは、まあ、その金曜ロードショーが終わった直後ぐらいで、あの坂本サドル の楽譜を実は買って持っていて、あのこんなことが書かれたのを覚えています。あのもうバスに揺られてこうたっちゃんのことを思う南ちゃん、そんな2人のことを思い浮かべながら歌ってほしいみたいなことが書いてあって、ああそうかみたいなことをね、あの考えながらこう表面とにらめっこしたのを覚えてます。で、僕はこの人のツイッターのフォローをしてて、3年前の夏ぐらいかな、この曲初めて人前でやった、その時にあの今度あのライブでアニソンライブであのこの曲歌わせてもらいますって本人のツイッターに書いたら、嬉しいな、ありがとうつって本人からね、あの返信が来たんですよ。あのもう消さずにブックマークにその時の返信を取ってあるんですけど、もうこっから先はね、あのもう自分も 100% 勝手な思い込みなんですけど、なんかこう何がしかの思いをその時に託されたみたいな気がして、あのこの曲はやっぱりあのどっかしらで必ず歌わなきゃダメだなと勝手に思っていて、今年は、今回が、初めて歌う機会になります。はい、やっぱね、あの昨日の夜にギターの弦を買い替えたんですけど、ライブの直前にギターが弦があればあんまり良くないですね。はい、それでは、タッチクロスロードから風の行方聞いてください。
が昇り、オレンジだった空がスミレ色に変わるように、君にもいつか答えがわかるだろう。地平線は遥か遠くに霞み、東から吹く風はまっすぐ西へ西へと向かってる。夢を叶えた人はどこへ行けばいい。夢の見つからない人は何を仰げばいい。始まりも終わりも君が決めるたび、戻る場所も口ずさむ歌も拾わないけど、ただ前へ続いていると思えること、それだけがたった一つの確かなこと。目の前にはすべて揃わぬままの絵の具で描く一枚の絵、足りない色は一つずつ見つかる。眠れ眠れない夜には誰を思うだろう。君を待っている人が今もどこかにいる。
はい、風の向こうでした。はい、なんだかんだで次が最後の曲になるわけなんですけれども、はい、ありがとうございます。最後はですね、まあ、ウルトラマンにまつわる曲で締めたいと思うんですが、最近はね、最近のウルトラシリーズはですね、夏のクールで、新作をやり、1月から6月までのクールでその総集編をやってつないでるみたいな、そんな感じでずっとやってるんですね。去年のその1月のクールの総集編を、レミオロメンの藤巻亮太が、歌っておりましてですね、その時はツイッターなんかを見てるとね、こうレミオロのファンの人たちがこれを機会にウルトラマンのことを知ってみたいと思いますみたいな書き込みがいっぱいあって、レミオロのファンの人たちがなんていい人たちなんだろうと思ってる中で、その、山梨県に住んでいる、レミオロファンの、女の子からリクエストを、いただいて、去年の夏から、歌ってるのが、今から歌う、ヒーローズという曲なんです。まあね、男子諸君は分かってくれると思うんですけど、やっぱりこういくつになってもこう女子からこの曲を歌ってもらう、欲しいって言われるのはやっぱりモチベーションになるなみたいなことを考えたり考えなかったり、なんですが、はいはいはい、さのち笑いすぎです。この歌のすごいところはね、まあいわゆる本編の曲ではないので、ウルトラのうの字も出てこないんですけど、歌詞を読んでると、全く知らない人でも、あ、ウルトラマンってこんな感じのヒーローかなーみたいなことがわかる、という感じになっていて、それがね、さすがすげー、さすがというか、藤巻亮太すげーなーと思ったりもするところでですよね。なので、まあそういったところにも、注目というか、そのところも聞いていただけると嬉しいかなと思います。では、ウルトラクロニクル 0&G から藤巻亮太でヒーローズ聞いてください。光と闇とどちらが先かと話
始まりも終わりもないこの宇宙、やがて時空も星座も乱れて、あなたはストーリー、僕らは求める、運命を超えられる示してくれないか戦士たち、金土曜の調和を定め、光と共に明日を照らせ、僕らのヒーロー、空に繋がり時と結ばる正義の風も吹かせヒーロー、悲しみさえも包み込んでく、役の手で叩えよう、パワーヒーロー叩えよう、パワーヒーロありがとうございました。今日はね